よろしいですか。はい、それでは参りましょう。よーい、スタート。さあ、この和手を制して2回目となります。来年どうぞこちらで参加賞をお受け取りください。いつも真似ができるんだけど、なかなかね、この音とかたくさん出て見られていると、びっくりして声出しまうこともあるかもしれないですが、ママさんさんです。ありがとうございました。じゃあ、こちらの和手もありがとうございました。さあ、少しずつ私インタビューして回ろうかなと思います。後ろのパパさん、なんでが得意でしょうか。つい思ったのがおやつのようになりますが、いかがでしょう。あ、おめでとうさん、ありがとうございました。どうぞあちらで参加者をお願いください。こちらのお姉さんにも聞いてみようかと思います。なんでが得意ですか。得意です。今おやつとか持っていなくてもバテができる。なるほど、これからいろんな誘惑がありますが、いかがでしょう。怖いのが得意じゃない。じゃあちょっと次のおもちゃが怖いです。でも頑張ってください。はい、よろしくお願いします。じゃあそれでは最初の誘惑に参りたいと思います。でまずはおもちゃを使った誘惑です。お願いします。さあ、怪しいのが来てまいりました。さあ、学生さんたちが